はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のなーにくんのコーナーで、あずきお姉さんが初登場してくれましたね。今回のお題はてるてる坊主でしたね。そしてなーにくんがバドミントンなどを持ってきて、最終的にはてるてる坊主で晴れてバドミントンしに行くというところがあずきお姉さんっぽいなと少し感じましたね。はい、今日はお母さんと一緒のなーにくんのコーナーで、あずきお姉さんの初登場についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。